で、もし陽光、陽光で沈みるで、掴む、これはクリンチっていう、下からでも上からでも一番安全なのはその下から。なぜかというと、自分がこう、まあ、ツール、いろんなチャカとかナイフとかつけてる状態だと、こうこういう状況になってほしくないんだから、こう防御に使えるわけ。おこうスキャンできるし、こう移動させながらこう、移動できるし、こんな感じで、ごめん、大丈夫ですか。結構入ってくるから、こう攻撃できるし、こうやって、こんな攻撃出る、できる。で、相手がバランスない状態にして、察しやすい。よっしゃ。どうなるんだけど。